あれあれ？そこ行くのはもしかして。やっぱりシス君じゃないか。シエテ。なになに、どうしたの？一人で。もしかして、団長たちと喧嘩でもしちゃった？相変わらずやかましい男だ。要件があるならさっさと言え。要件って、さっさと言えって。知り合いがいたら、用事とかなくても普通声かけるでしょ？俺のしてることって、そんなに変じゃないよね。そんな邪険にしなくてもよくない？それ、転生機だね。まあいいや。そっちの気空団の事情もあるだろうから、あんまり立ち入ったことは聞きたくないんだけどさ。俺も一応、十天衆の頭目としての立場があるからね。何が言いたい？はっきりしろ。お前は、なんでそこにいるの？力が必要だ。へえ。それじゃ、俺とちょっと手合わせしない？修行になると思うよ。俺が相手になるよ。教師、その身に刻め、我が闘争修羅のごとく。出やがっ、ほい。愚か、出やがっ、ほい。顔を洗って出直しといて。砕けろ。今のは結構痛かったよ。はっ、沈め。ほい、そら。はっ、出や。転生キャラス王妃支援ミルエスパーだ。砕けろ。はっ、でやほいほい。ここで終わるのか。ん？あれあれ？そこ行く。さあ、本気で殺し合おうか。我が闘争、修羅のごとく。強者。でやでや。そら、ほい、そら。沈め。ほい、そら。ならよっと。覚悟はいいな。すべて飲み込む。三千一千両火山。ほい。
その身に刻め。はっ！天聖剣最終奥義シエンミルエスパーダ。今のは結構痛かったよ。無様な沈め。顔を洗って出直しといで。ここで終わるのか。あれあれ、そこ行くのはもしか。さあ本気で殺し合おうか。教師我が闘争修羅のごとく、その身に刻め。でやっかほい。ほい。はっ！沈め！そら！はっ！顔を洗って出直しといで。砕けろ！今のは結構痛かったよ。はっ！ほい。そら、ほい、あらよ、ドン。はっはっ。君が本気にさせたんだからね。少し砕けろ。本気で行くよ。教師、その身に刻め。我がと終わりだ。今日のところは負けといてあげる。ふん、造作もないな。ここまで。お疲れさん。いや、いい汗かいたね。一つ答えろ。うん、なんだい。お前はなぜ俺を十天衆に入れた。そうきたか。そりゃ一言で言うと強いから。十天衆に求められるのはまず第一に強さだからね。そうか。なんか少し変わったねお前。何か言ったか。ううん、なんでもないよ。よし、俺は答えたよ。だからこっちの質問にも一つ答えようか。おい、どうしてそうなる。お前が力を求めるのは過去のため、それとも未来のため。そんなもの未来に決まっている。うん、そっか。よし、じゃあ俺はもう行こうかな。あいにく暇じゃないしね。おい、教えて。ヒュンフ、なぜここに。
訳がわからん。理由もわからずそんなことができるか。反抗するの？相変わらずカッチンコッチンでめんどくさいやつだな。お前は相変わらず意味がわからん。さっさと去れ。だからそういうわけにはいかないんだってば。面倒だな。もう、あ、そうだ、戦ってあちしに勝ったら理由を教えてあげてもいいや。何を言っている。だから俺は。その代わり真剣勝負、命がけでね。じゃあ行くよ。決勝決勝にしちゃうぞ。我が闘争、修羅のごとく、その身に刻め。はっ、沈め。入った。本気出しちゃうぞ。はっ、せや。痛いな、痛いな。出て。な、なんのこれ。沈め。造作もないね。負けちったよ。何なんだお前は。初めて戦ったけど強いじゃん。シス聞いてないよ。悔しいな。おい、だからところはいっかな。でも負けたままは悔しいから、また今度勝負しようね。絶対だよ。おい、理由を話すのではなかったのか。一体何だった。シス、ここにおったか。オクト、お前まで何の用だ。フィョンフがウヌのところへ来たそうだな。来たが、相変わらず意味不明だった。ふん、ウヌの方は相変わらずあやつが苦手と見える。苦手だと言っているわけではない。そうか、ならばここで我と立ち会ってもらおう。なぜそうなる。フィンフの奴にも言ったが、意味もわからずにそんなこと。問答が悪とは言わぬ。だが今は言葉ではなく刃をこそかわそうぞ。戯れるも一興よ。我が闘争、修羅のごとく。はっ、沈め。錆び取られ。おろか。はっ、沈め。錆び取られ。はっ、錆び取られ。
覚悟はいいな。その身に刻め、すべて飲み込む。三千一千両破断。わあ！いざ！面白い。はっはっ、沈め。つまらぬ終わりを見せてくれるな。つまらぬ終わりを見せてくれるな。我が闘争修羅のごとく。はっせやっ。いざ。愚か。でやっ。沈め。これも良きかな。造作もないな。やはりウヌの強さは本物か。俺の強さか。僕とお前に一つ尋ねたい。ウヌからの問いとは珍しきこと。言うてみよ。お前はそれだけの強さをすでに持ちながら、今なおさらなる高みを目指して鍛錬を続けていると聞く。そこまでして強くなってどうするというのだ。何が目的だ。我にとって強さの高みを目指し続けることこそが道であるからだ。道、それが目的ということか。目的と道とは異なるもの。しかし我の在り方を説いたところでウヌにとって意味はない。ウヌはウヌにとっての道を見出すほかない。俺にとっての道、いささか語りすぎたようだ。では我はこれにて。シス、見つけたぞ。サラーサ、なんだ急に。あたしと勝負しろ。おい待て。行くぞ。私に勝てると思うなよ。強者、我が闘争修羅のごとく。その身に刻め。はっ、沈め。せい。どうにか。はっはっ、私は最強だ。で、沈め。こっからが本番だ。覚悟はいいな。すべて飲み込む。三千一千両破断。本気で行くぞ。砕けろ。でやし、沈め。そこだ。我が闘争修羅のごとく。私の本気を。その身に刻め。はっはっ。
終わりだ。私は最強なのに。造作もないな。満足したか。ならば理由を。お前強すぎるぞ。なんだよ、化け物かよ。え？どうした？元気ないな。別に、なんでもない。勝ったのはお前の方なのに、なんでお前が落ち込むんだ？嬉しくないのか？歓喜の感情など別に湧いてきはしない。よくわかんないやつだな。でもまあいいや。これでシエテに勝負してもらえるぞ。うん。おい待て。今シエテと言ったが、あいつが何か関係あるのか。でもお前にも負けたまんまは嫌だから、また今度勝負しろよな。だからおい、待てサラサ。何か考え事？なんだ、お前まで来たのか。うん、勝負しよう。やはりか。理解に苦しむが、どうせ何も語る気はないのだろう。煩わしい、さっさと済ませるぞ。それじゃあダメ。なんだと。投げやりにやらないで。これは真剣勝負だよ。私は本気でやる。だから君も本気になって。そうでなきゃ意味がないから。そうか、わかった。お前を殺す気で行く。手加減はしないよ。今日は我が闘争修羅のごとく、その身に刻め。でやでや、くらえ。愚かな。でや、逃がさない。くらえ。終われない。祈りより早く、嘆きよりも鋭く。でやっ、沈め。逃がさない。でやっ、逃げられると思わないで。ダンスクレバチョン。嘆きよ。終わりだ。さすがだね。造作もないね。私の負けだね。辛そうだね。辛い？俺は別に。私、君の気持ち少しだけわかるかも。何？犯した罪には罰が下る。
それが怖いのか待っているのか自分でもよくわからない。うん、でも君は前と少し変わった気がする。だからここにいるんだね。はあ、ごめん、喋りすぎたね。いや、構わない。うん、じゃあまた。またな。カトル。これはこれは、シスさんじゃないですか。あなたの方からいらっしゃるなんて、珍しいこともあるもんですね。お前に頼みがあってきた。これはさらに珍しい。僕なんかで、シスさんのお役に立てるとは思えませんけど。俺と戦ってくれ。そういうことか。やってやるよ。てめえのことは前から気に食わなかったからちょうどいいぜ。そうか、ならば遠慮なく行くぞ。さっさとかかってこいよ。ぶっ殺してやるからさ。邪魔をしないでください。教師、我が闘争修羅のごとく。はっはっ、やれ、死ね。愚か。はっはっ、死ね。沈め、やれ。その身に刻め。はっはっ。何、生を忘れる中へ。メメントビータ。この程度砕けろってことありません。覚悟はいいな。全て飲み込む。三千一千秒破綻。生を忘れる。メメントビータ。砕けろ。終わりだ。ここまでか。造作もないな。くそが。悪かった。てめえの。そういうところが気に食わねえって言ってんだよ。なんだと。てめえはそれだけの強さを持っているというのに、それを言いとる。強さを、力を求める人間がこの世界にどれだけいると思ってやがる。それなのにてめえは。そうだな。俺はずっと心のどこかで自分の力を疎ましく思っていた。てめえ、シス。だがもう今は違う。恩に着る、カトル。うるさい。勝手にしろ。お前がどうなろうと僕の知ったことじゃない。そうだろうな。姉さんのこともこれ以上煩わせたら僕が許さないからな。
ああ、分かっている。そう。あら、シスじゃない。頼みがあって来た。まさかあなたの方からそう言ってくるなんてね。ちょっとびっくりしたけど、こっちから会いに行く手間は省けたわ。お前も。もういろいろと分かっちゃってる感じかしら。なら早速。本気で行くぞ。いいわ。この目で全て捉えてみせる。見せてあげるわ、二王宮教師。私の力。我が闘争、修羅のごとく。でやでや。見えた、そこ。でやっ。はっ。そこ。でやっ。沈め。見えた。はっはっ。逃がさない、私の力を。覚悟はいい。こんなものじゃ全て飲み込む。三千一千秒破綻。見えた。でやっ。十点衆も誰も届かない。高く。逃がさない。教師、我が闘争、修羅のごとく。次に足を止めたとき、その身に刻め。それが最後よ。で終わりだ。いや造作もない。私は負けられないの。今回は私の負けね。少し悔しい。でも意外だったわ。意外？何かだ。あなたは強いけど、戦うことはあまり好きじゃないと思ってた。うまく言えないけど、力を使うことをためらっているような。そうか。でも私、その気持ちは少しだけわかるの。お前が？うん。人とあまりにも違っているってことは、時々とっても息苦しいものね。そうだな。でも今のあなたはなんだか吹っ切れたみたいに見えるわ。まあ、あと少しといったところだ。そうなんだ。それじゃ、健闘を祈ってるわ。またね。ああ、また。相変わらずというわけか。
見つけたぞ、ニオ。シス、来てしまったのね。お前のことだ。俺の来訪には気づいていたはずだ。うん。だから逃げてた。あなたからも、シエテからも。そうか。だが、こうしてまみえたからには、悪いが俺と戦ってもらうぞ。わかった。このまま帰ってはくれなさそうだし、それに、今のあなたとなら、音を合わせてもいいって思う。聞かせて、あなたの本気の音。あなたの旋律を私は全て飲み込みたい。我が闘争修羅のごとく、その身に刻め。素敵素敵な音、集中、心を静かに。素敵な音、運指が乱れてしまう。届いた。沈め。間違えたりしないわ。砕けろ。絶対に。私もっと頑張る。すべて飲み込む。三千一千秒火山。届いた。はっ、沈め。音、届いた。素敵な音。その身に刻め。我が闘争修羅のごとく。はっはっ。終わりだ。やっぱり聞こえてこない。造作もないな。疲れた。悪かった。別にいいの。疲れたけど、そこまで悪い気持ちじゃない。お前はさっきも、今の俺とならと言ったな。ん？ええ、言ったわ。俺は、以前と変わったように見えるのか。ええ、あなたの心の旋律、変わってきているわ。前は深くて暗い、怖い音だった。でも、今は少し違う。深いけど、前みたいに冷たくない。澄んだ音がする。そうか。あなたは、それが誰のおかげなのか、忘れずにいれば。もうそれでいいと思う。ああ、分かっている。邪魔したな。じゃあね。待っていたよ、シス。お前で最後だ、ウーノ。そうかい。君はここまでの試練を乗り越えてきたんだね。俺は強くなりたい。揺るがぬ力が欲しい。うん。それは何のために？と問うのは、今はよしておこうか。だが一つだけ。今、君が手にしているのは何だ？俺の手？
この転生期、六宝剣のことか。確かに、目に見えるものはそうだね。だが、それだけではないはずだ。目に見えぬもの、ということか。君のその手に、拳に、体にみなぎっているもの、それに、もう気づいているだろ？俺の、この。これ以上は、口で語っていても仕方がないね。確かめてみるとしよう。さあ、見せてもらおう。今の君に宿る、その力を。手を抜く余裕など与えないよ。我が闘争、修羅のごとく、その身に刻め。して捕らえたよ。おるか。でやっ、なるものか。その身でもって知るがいい。覚悟はいい。すべて飲み込む。三千一千秒破綻。強さの極限を見せよう。戦闘無料マンダラ。終わりだ。なるほど。これが君の強さ。造作もないな。やはり大した腕だ、シス。俺の力は。自分でも感じたのではないかな。これまでとは違う己の力、強さ。そうだな。それは何よりだ。お前とシエテの差し金だったんだろう。いや、私はここで君を待っていただけだよ。しかしまあ、シエテは君に何かしてやりたかったんだ。君を十天衆へと引き込んだのは彼だからね。本当に面倒なやつだ。さて、私はそろそろおいとましよう。シス、もう君は大丈夫だろ。なぜ力が欲しいのか、それをきちんと伝えるべき人に伝えるといい。ああ、分かっている。
戻ってきたぞ。シンさん。お前たち。怒っているのか。当然だな。俺は勝手に六王剣を持ち出して。そういうことじゃねえよ。私たち心配したんですよ。心配？六王剣をか。だから違うって言ってんだろ。シンさんのことを心配してたに決まってるじゃないですか。俺を？シスさんが強いのは知ってます。でも何か悩んでいたなら話してほしかったです。理由があるんだろうと思ってはいたけどよ。でもただ待つしかできねえってのは結構辛いんだぜ。そうか。帰ってきてくれたのは嬉しいです。でももう二度と勝手にいなくならないでください。悪かった。それで何があったんだ。もういいのか。ああ、俺はずっと自分の生まれ持った力について考えていた。俺のこの力のせいで俺の一族は破滅した。俺がカルムを壊したんだ。でもそれは。いや、お前たちの言いたいことはわかる。それでも俺はやはり忘れることができん。この罪にはいつか罰が与えられるかもしれない。この力は今度はお前たちを壊すかもしれない。俺は自分の力が疎ましく恐ろしかったんだ。兄ちゃん。でも今は少し違う。お前たちはこの力を頼もしいと、頼りにしていると言ってくれた。だから、お前たちが喜んでくれるこの力に、俺自身も誇りを持ちたい。だが、過ぎたる力は破滅をもたらす。それはこの我のことか、それともお前のことか。どちらもだ。シスさん、どうかしましたか。いや、天をひしゃぎ星を砕くほどの力、その脅威からお前たちを守るために俺はもっと強くなりたかった。壊すのではなく守る力が欲しいと思った。だからシスさんは一人でいなくなったんですね。ああ、団長、頼みがある。俺が手にしたこの強さが本当に正しいものなのか確かめさせてくれないか。おい、それって。行くぞ団長。見せてくれ、お前の力を。面白い。 Good!
くらえ。すべて飲み込む。三千一千両。団長、やっぱりお前は強いな。俺もその力に少しでも。つまらない。そうか。兄ちゃん、どうかしたのか？いや、なんでもない。気にするな。それより、シスさんも怪我はないですか？すごい勝負でしたけど。問題ないな。それより。お前たちのおかげで、俺は自分自身と、この力と向き合うことができた。だから、ありがとう。シスさん。おいおい、兄ちゃんが自分で仮面を外すなんて。以上だ。わあ、もう戻しちゃうんですか？なあ兄ちゃん、もう一回仮面外してくれよ。断る。なあなあ、もう一回。な、やめろ、触るな。いつも通りですね。
新年明けましておめでとう。あの男に聞いたことがある。新年にはお年玉というものがもらえるらしい。何？俺はあげるかも。だと？バカな！新年明けましておめでとう。